ラジオネーム農機具。はい、12月15日の農林水産省、うん、ああ僕がやってるイベントに行きました。はい、今田さんはボケもツッコミもできるという話を聞いていたのですが、うん、今田さんは、うん、イベントが始まった瞬間パソコンをフリーズさせた上に、ええ、自分パソコンのパスワードを公開するというボケを見せてくれました。え、大丈夫なの？そうして今田さんは、うん、イベントが始まって10分ぐらいパソコンと格闘し続け、うん、しまいにはパソコンを持って裏に引っ込んでしまいました。僕はイベントでこんな事態に遭遇するのは初めてだった。まあそりゃそうだよね。さすがボケもツッコミも両方できる人は違うなぁと感心してしまいました。ボケじゃないでしょ。そんなことがあり、イベント開始から20分経ったあたりから、うん、ようやく農林水産省のツアーの動画が始まりました。ね、ツアー、うん、山形ツアー行った模様を流して。しかし、ようやく動画が始まったのはいいものの、うん、今田さんは動画が真っ暗になり、音声のみになるというボケを20秒おきくらいにかましてきました。ボケじゃないでしょ。今田さんはその度に一旦画面を小さくして再び最大化するというツッコミをして会場の爆笑をかっさらい、これだよ、どうだ、俺はボケもツッコミも両方できんだ、すごいだろと言いながら、言ってねえよそんなこと。言うわけねえな。面白いけどそんなこと言って。そんな感じで動画を見ていたんですが、はい、動画を見て分かったのは、うん、億万はうざいということでした。後輩芸人ね。僕は、うん、億万のうざさについてやついさんが話を持っているのではないかと疑っていたんですが、うん、億万は出発時からいきなりハイテンションで仮面ライダーが変身するポーズをしたり、うん、変な顔をしながら画面に近づいてきたりと、本当にクソ豚うざ野郎でした。めちゃくちゃいいよね。そして、そのうざさが単なる伏線だと知るのはイベント後半になります。はあ、ちなみに動画は2本に分かれており、うん、1本はマネージャー上田が編集したのですが、うん、全然楽しくないタイミングで、いきなり軽快な音楽がかかったり。もうね、恐怖だったら恐怖。上田が編集したの。クイズを出しておいて答えがなかったり、感動の別れのシーンをバッサリカットしていたりと、めちゃくちゃでした。僕は、マネージャー上田はバカだと思いました。気づいた？よかった。しかしそれも今田さんお得意のツッコミという名の日本刀で面白く調理され、とても楽しく見ることができました。そして休憩を挟み後半戦。前半の、後半の前半は、占いで盛り上がり、ああ今田さんは得意のボケもツッコミを両方できるっぽいよ。いいよ、言わなくて、そんな。発揮していて、とても面白かったです。うん、しかし、天国はそこまで。後半の後半は、億万が作ってきたスゴロクをやり、ああ今田ちグループ、億万グループ、越田グループの、後輩のゲーム。勝った2グループに米がもらえるというのをやりました。億万がね、行って収穫してきた。そこでの億万は本当にひどく、3回振り出しをに戻るを出して圧倒的惨敗をし、まあ運だからね、さらには時間が押しているにもかかわらず、好きな野菜ベスト3を当てたら、億万のグループにも何かプレゼントがもらえるというやり取りを3回やって、3、4回やって、今田さんにボケる隙を与えませんでした。いや、俺もういいだろうと思ったら。こちとら、億万が好きな野菜ベスト3を当てるのを見つけるんじゃなくて、今田さんのボケもツッコミもできるっぷりを見る。いや、違う違う違う。そんなの売りにしてないから、別に。と、観客全員が億万にブーイングをしてなかったんですが、うん、うん、してなかったでしょ、別に。僕は億万は本当にクソ豚うざ野郎だと思い知らされました。うざ野郎。でも今田さんは、男前でかっこいい上にボケもツッコミもできる。いいよ、いいよ。さらには、米までもらえたので、本当に、もらった、結局もらったんだね。イベントでした。すいませんね。PS、イベント終了後に、阿佐ヶ谷のバーガーキングで、初めてワッパーを食べたのですが、とても美味しかったです。今田さんも、ぜひワッパーを食べてください。食べたことあるけど。以上です。ということで、農林水産省っていうね、イベントをやってまして、うん、まあ、いろいろ第一次産業をね、応援したいっていうので、うんうん、前回山形に10月行ってきて、モニターツアーでね、うん、その模様を、まあ、イベントで流して、うん、で、編集して、僕が VTR、上田が撮って、V は、うん。で、それを俺が編集するっていう流れでやってたんですけど、うん、朝に DVD に焼いたら、うん、音しか出なかったろ、で、何回やっても音しか出ないから、うん、もうこれやばいと。これが映像なかったら、ライブの半分ぐらいがもう、企画倒れになっちゃうから、うちに。急遽。
うち、何、急遽。急遽上田に頼んだってこと違うの？違う。で、それは2日間あるから、1日目は俺やって、2日目じゃあ上田やれよ、つって。ああ。そういうにしたの。で、1日目は俺やってて、それが DVD に入れても音しか出なくて、うん、もう、入り時間はもう1時間ぐらい遅れてるから、俺。うん。やばいな、つって、もう行かなきゃまずい、つって。でもこれどうしようってなった時に、うん、これしかないと思って、俺デスクトップなんだけど、うん、全部を持ってくっていう技をしたのね。重いの。めちゃくちゃ重くて、タクシーで行って、で、それを繋いで、やって、あ、画面が出たってなったんだけど、今度は、その、パスワードを入れるところが入んないの。反応しないの。で、俺はすげえ、その時に、モニターも持ってってたの、自分のところ。うわ、すげえな。で、それはモニターいらないでしょって言われたんだけど、で、このモニターを一回繋いだら、変わるかもしれないんですよ。モニター繋いだら、パスワード入ったわけ。で、あ、じゃあこれで一回また、あの、プロジェクターの方にやったら、直って。うん。映ったと。映ったのよ。うん。で、うわ、よかったよかったってなって、で、上田に聞いたら、上田も、まさかの、パソコン、あの、DVD じゃ見れないですっていう、編集をしてきてて。うん。で、じゃあこれまずいねってなったけど、俺がたまたまデスクトップで持ってってたから、うん。それで見れたわけ。うん。で、それをやってて、でも画面が全部出ちゃうからさ、うんうんうん、プロジェクターで、うんうんうん、だから俺のパスワードもやっぱ入力画面も全部入って出ちゃうわけだからなんとかなるでしょなんとかなるでしょじゃならなかったらって見せないとダメだから、そこでしか見えないからさ、なんでそうなったかわかんないんだ。そう、まあでも時間もなかったからもうね、だからそれでやってなんとか乗り切ったんですよ。ボケもツッコミもできるっていう。じゃあそれはだってもうで、うざい、奥間がうざいっていう、奥間はまあそう感じたのかな。まあでも上田は本当によくわかんない編集だ。上田はね、いいとこ全部ね、撮ってないの。え？いいとこは自分も体験したい派だからね。ああ。みんなでさ、餅つきしたわけ。うん。あ、それ自分も体験したい。餅つきはしてるの、撮ってあるの。うん、うん。みんなでさ、ついてる。うん。で、じゃあこの餅を食べましょうってなるじゃん。うん。いただきますってなったら、田んぼがバッて映るの、急に。え？もう食べるし、ない。回してないと、食ってとこ回さない。回してると。回してないよ。もう食べ終わったと。置いちゃってんの。いただきますから、自分もいただきますってなっちゃってる。後の、もうみんなが帰るし、みたいになっちゃう。だ食べちゃったからね。この時間は食べてるから。上田が。ここでしょと。ついた餅がどんなですとか。じゃあいつ食べるんですか、僕。いやマネージャーだろ、お前。いやいや、じゃあ。でも僕食べる時間がないから。いやいや、食べる時間じゃないでしょ。今田さんがいただきますって言ったんで、そのタイミングで、あ、その、このタイミングだと思ったんで。そこでしょって。で、まず、それで夕食ですよ。うん、夕食も、案の定、もうすごい地のものをね、その山形牛とかさ、用紙もいっぱい用意してもらってて、あ、これはいいなと思ったら、やっぱし、いただきますからもう、あとはもうないです。だからいつ食べるんですかって。そこなんですよ。そこなんだよ、ね。皆さんがいただきますって言ったんで、うん、僕もいただいた。いやいや、いただいたのはわかるんだけど。そこ見たいから、ね。そう、そこでしょ。こんな美味しいものがね、やばかったあるんだっていう。じゃあ、いつ食べるんですかって。逆に。食べなきゃいけないんだよな。後で食べないでしょ。後でちょっとそう遅れてしまうし、その時いい、後になんか取らなきゃいけないかもしれない。遅れてくればいいんだ。で、遅れてくればいいんですか。遅れてくればいいんですか。遅れてくればいいんですか。全部食べなきゃいけない。おぉ。で、本当に、すいません。それがあって、まあ、しょうがないけど、まあ、そこはね、まあまあ、フォローして、ここ取れてないんですよ、みたいなことで、うん、まあまあまあ、いいじゃない。我々って、まあ、二日目ですよ。二日目、早朝にトレッキングで、いろんなとこをこう、回ったわけよ。うんうん、山のところ、蔵王のところをね。で、そこで案内の人がいろいろとガイドしてくれてて、うん、まあ、こんな木の実は食べれるんですよ、とかいろいろやってるわけよ。もちろん話いっぱい聞けてさ。でもこの前、熊に会ってみたいな話をしてるわけ。で、熊ってのは本当怖くてね、つって。で、一回、鼻が弱点だから、鼻にね、一回こう。パンチ決めるといいとかね。あ、そう、あの、ガーンって鼻を、猟銃で叩いたらちょっと一旦引っ込んだと。猟銃持ってんの？持ってる持ってる。で、それで、でも上がってきちゃった、また。で、そう、緊迫してるじゃん、すごい。状況として、みんなの話もさ、うわわ、怖い怖いって。あ、その、熊に会ったのそうそう、あったのね。その急に、てれんてんてんてれんてん、てれんてんって急に入って、なんだろうと思ったら、なんもない。急に、ほんわかした音だけを差し込むっていう。
どういうセンスなんだろうね。ちょ、わかんないの。恐怖心をこう、和らげるの。ちょ、みんなで、誰これ、何これっつって、うん。映画監督だからね。そうだね。元。元映画監督。やっぱだから何かあるんじゃない、撮りたいもの。うん。そう、なんかあるでしょで、思って、なんか、その次も、なんか、切ったら急にテロップが入って、うん、この後、億万は、一体、何をしたでしょうか、あっていうのが出たわけ。もうクイズだね。そうそう、クイズで。よくある。で、みんなで、あ、別に、あ、何があったかななんか、まあ、ギャグとかしたんじゃないのとか、いろいろと、やってたんだけど、もういきなし億万が出てないシーンに変わっちゃって、うん、全然違う話が始まるって。答えがね。でも本当怖いですよ。それはもう、汲み取ってくださいってことだよね。取ってあるから。うん。で、あとは、本当に、俺はもう元の VTR を見てるから分かるんだけど、一番最後に、本当に新幹線のところに、その、山形のゆるキャラである、その、あ、来てくれて。そう。うん、花形ベニちゃんってこと、うん、その、市のね、観光協会の人が垂れ幕持ってね、うん、ありがとうございましたみたいなのをやってくれてるわけ。すごいね。一切取れてない。ね、まあでも、挨拶しなきゃいけないから。その間は、その間は、一切取れてない。マネージャーなんで、挨拶しなきゃいけないんで。一切取れてなくて終わったっていうのがありましたけどね。上田はまあでもマネージャーだからね。そうね。回すのはね、やっぱね。ここは大丈夫か分かんない。でも自分で回したいって言ってる。僕取りますって。え？いや、それは、その、あいつのなんかよく分かんない気を使うやつ。嘘。まともにできないことだけど、うん、俺やりますみたいな。その変な気持ち。やらしてみたらってことだったけどね。できないことまでやんなくていいよってことなんだけど、やりますっつってやっちゃう。うん、で、失敗するっていう。いつものやつだから。いつものやつだろ。いつものやつだね。そう、ちょっと今回感じました、そうだよね。なんか、しんみりしちゃったな。してない。しんみりはしてないよ。しんみりはしてない、別に。うん、クマのね、クソ豚、ウザ野郎ってことですから。うん。どんな感じなの？良かれと思ってて。はまんなかったのかな、クマ、ね。そうだね、そうかね。みんな、笑ってる笑ってる笑ってるんでしょ、うん、笑ってる笑ってる。うん。うるせえんだよね。うるさいんだよ、ね、まあね。うるさいって言っちゃうとね。まあまあ、そこがね、ちょっと最初の導入が入らないとちょっと厳しいよね。そうなんだよね。最初がね。うるさいと思われちゃったらもうね。そうそうそう。まあ、うるさいけどね。うん、今度は片桐さんですよ。何ですグリさん。舞台。先日の12月24日、片桐さん出演の舞台、地球の王様、大千秋楽を見に来ました。ありがとうございます。その日は前日から一気に気温が下がり、外は粉雪が舞っていました。すごいな。あまりの寒さのため、自宅から劇場までは、笑顔一つない終始しかめっ面で過ごしていたんですが、うん、いざ舞台が始まると一転して最後まで笑っている自分がいました。ああ、よかったです。我らの片桐さんですが、キャラクター的には普段の片桐さんに似ていたものの、他の演者さん全員に対し均等に絡むことで個々のキャラクターの特徴をうまくつなぐ良質な接着剤的役割を果たされており、ありがとうございます。一片桐ファンとしてよかった。みんな見たか、あれが片桐仁だ。アベンジャーズみたいな。心の中では鼻が高い思いでいっぱいです。ありがとうございます。そして舞台が終わり、最後は大千秋楽ということで、うん、演者さんたちの全38公演の総括した感想を述べる場面がやってきました。ね、頼むよ、片桐。他の演者さんたちが、いい仲間、スタッフ、お客様のおかげで、役者としてワンステップ成長した、と、言ったすがすがしいコメントを述べられる中、うん、はい、え、片桐さんは、うん、カレーライスを食べるシーンが、全38公演続くと、苦痛で仕方なかった。うわ。とか、物語の中の恋愛の部分で、役として絡めなかったことが、なんか嫌だった。などのコメントを発した後、最後は思い出したかのように、今日クリスマスイブですね。おう。でも実は今日、仏滅なんですよ。そうそう、やつげしたから。知ってました。これやつげって、これ受けるなと。てました。あの後、パンと気づいて、うん。イブに死んで、翌日すぐ生き返るとか。なんてね、ダメでしょ、これは。片切りだな。完璧にヤツイさんの受け売りで、人笑い取られてた。そう。それを見た私は、みんな見たか。あれが、あれが本当の片切り人だ。と。心の中で再度熱くなりました。なんで熱くなったって。やはり舞台が終われば普段の片桐さんだな。A 型ファン的にはなんだかホッといたしましたということですよ。仏滅の話全然受けなかったね。だって流れがあるじゃん。
急に言ったってでしょ、うん、そりゃいやこれもよくわかんない。イブに死んで翌日すぐ生き返るとかなんてね。はーってそんな言い方してない。キリストのこと言いたかったでしょ。そう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 、うん、やっぱでも急すぎるもんだって。今日仏が死んだ、明日神が生まれるってことですねみたいなこと言ったんだよね。いやだって急だもんな、うん、でもでもじゃないもんだって、うん、でも終わってね、やっと無事終わりましたよ、本当に。38回、はい、20年出ましたね。はい、回りました、すっかり。でもやっぱ何かしらカーテンコール的なのではこうなりますね。毎日喋んなきゃいけないの。まあまあそうでしょうね。いや、まあ、だからそうでしょう。何怒ってるんですか。東京だって。なんで怒る必要があるんですか。各地はね、毎日俺からなの。俺端っこだったから。うん、あ、一発目でこれ言っちゃってますか。だから埼玉の時にも、はい、僕唯一埼玉県民ですと、ああ、退職してね。いいじゃん、いいじゃん。まあ埼玉なんか東京の植民地みたいなもんですけどね、みたいな話はすっごい惹かれちゃってさ。わかるでしょ。ね、東京ウォーカー、千葉ウォーカー、横浜ウォーカーがあるけど、埼玉ウォーカーないっすもんね。そんな埼玉ですもんね。みたいなこと言ったらすっごい惹かれちゃってさ。わかるでしょ。埼玉の悪口を言えば。読みが ないんだよね。客層見たらわかるじゃん。おばさんなんだよ。そうなんだよ。そうでしょ。本当に客層見ないよね。うん、言いたいこと言っちゃうだよね。あと、片桐のその、なんだろう、片桐さんのその悪口への憧れみたいな。うん、なんか悪く言いたいみたいな。別にいいじゃん、言わなくて。埼玉は悪く言いたいんだよね。いいじゃん、全然。埼玉のお客さんは、そうそうってなるかと思ったけど、最初になんか悪い方に行き過ぎちゃう。今東京に住んでるからさ、あれだけど、うん、その方たちは今も埼玉に住んでるわけでしょ。そうそう。おばちゃんは受けないから、毒は、うん。そうでしょう。おばちゃんはもう褒めるのが一番わけんだから、うん。そう。うん。若い人しかいない。褒め9、毒1ぐらいじゃん。うんうんうん。そうなんだよね。だまあありがとうございましたって、まあ、ちゃんとそれで終わればいい。皆様の、お客、ありがとうございました。お客様のおかげで、楽しくやりましたって的な、こう、お客さんに感謝するっていうのを、うん、で、ちゃんと終わればいいってことが分かったね、途中でね。いや、でもでしょ。でも分かってないじゃん、最後の大千秋楽。そうでしょ。最後の大千秋楽に関してはもう、全大千秋楽分のこう、本番の時のこう、38回やってみたいな話をすればいいのかなって勝手に思っちゃったから。いや、合ってると思いますよ、そしたらこう、あの恋愛のシーンですごい受ける時に、俺だけ全くその恋のベクトルに入ってないのがなんか寂しいなって毎回思うんですよ、みたいなのは、まあまあ、そこそこ。うん、まあ、悪くない。あ、だよねってことだったから受けたんだけどね。うん。うん、いい方ですよ。今まででも。今までのカーテンコールの中でも。まあいい方だな。出来のいい方ですか。はあ、お客さんも、お客さん結構若い人も多かったから。若い人だとね、毒も受けるからね。まだね、うん。あとみんなこう、なんかほら、俳優さんってこう、いい人キャラでなんか押すじゃん。うん、まあまあね。あれが、あの、まあ、ずるいよね。そう、あとずるいんだよ。なるほど。でも一発目片桐さんだからな。あの間に入ってれば毒も効くんだけど、ね、一発目だから。わかるよ。うん。なんか、好青年じゃん、みんな、うん。じゃないのにな。じゃないのにさ。うん、そこがちょっと引っかかってたね。じゃないのにってちょっと今ちょっと語弊があるんだけど。じゃなかないよ。やっぱな、大きな悪に引っ張られちゃったな。大きな悪。違う。言ってない今言ったでしょ、だって。いや、そんなことない。いや、本当に好青年だし、本当の気持ちで。超いい勝負。なんかでもなんか、役者さんってぐっとなんかさ、カーテンコールたちが一個さ、またこう、カーテンコールの自分を演出するみたいなキャラが乗るんだよね。わかるわ。うん、だから本当は違うのにな。まあ本当は違うとは言わないけど、でも本当は違うと思うんだよね。まあ見てきてるしね。うん。あ、運動で。違う。だから、ね、足跡がすごいついちゃうから、それさ、もう。いや、本当にあの、だからもう、なんて言うんだろうな。しょうがないでしょ、だってそれは、うん。いや、すごいいいカンパニーだったんだけど、ことカーテンコールで喋るときにすごいみんななんかいい人ぶってんなってすごい思ったから。うん。あ、でもまあでも。でもいや、まあうん、それでやっぱ喜んでもらって、それもセットなんだよね。そこで変に素を出したり、うん、人間の嫌な部分を見せてもしょうがないわけなんだよね。うん、まあそうだよ。悪口へ役割ってもちょっと俺がおかしいから。うん、間違ってるのは俺なんだなってのは思った、うん、やってて。そうだよね、うんそううん。本当の姿を見たわけじゃないんだよね。そうなの、うんうん。そうです。本当はね、すっごい、性格悪いんでしょ？どうなんだよ。ね。いや、まあ性格はよくやめようよ、だから俺。やめようよね。みんな嫌な性格はいいんです、みんなね。性格悪い。ただ、その。行いが悪いんだ。いや、でも行いが性格がね、出るからね。うん、本当の。
いや、もう本当の行いは知らないです。まあ、まあ、噂でしか知らないです。まあ、じゃあ噂が悪いのかな？噂か、まあ、そういうのは、まあまあ。噂にちょっと翻弄されちゃったからいいかも、ね。他人と付きまといますから、そういうのはね。え、うん、違う違う違う。おかしいじゃん。大人になったなあ、だから、兄弟なのか。兄弟すぎるのか、向こうだから、こんなに大人なんだ。そうだ。いや、でもやっぱね。これだって、あれだよね、ニコルソンその時だったら、もう平気で悪口言ってるよね。相手が小さければ。相手が兄弟だと、やっぱり、飲み込む。それはね、うん、あるね。それあるよね。性格悪いな、うん、それはある。いや、ニコルソンの時はとかじゃない。もう全く別だったから、今回。まあね。あ、今年、いくつかやってきて、いろいろだなと思って。すごいよね、今年もね。相当出たでしょ。出たね。今年5本ありましたね。わ、5本ってすごいよね。5本ってことはすごいね。だって、で、稽古ほぼ1年間やってるってことだね。そうだね、ほとんどでしたね。稽古1ヶ月公演でしょ。だから2ヶ月、10ヶ月だもん、それだけでもね、5本出たら。本番中稽古、本番中稽古で。やってたな。まあ、それありがたいっす、本当に。いいや。呼んでもらえて。いつまで呼んでもらえるか分かんないもんね。バレちゃったな、俺は俺で。でもどう？ん？俺がめんどくさいやつってこうバレた時には、あとなんか、あの、チケットそんな売れないってのバレちゃったらさ。バレ、そう、バレってこと。俺が外の舞台に出ることがもうレアじゃないからさ。うん、まあ、まあなるほどね。か、でもそういうのも関係なく。そうでしょ。大丈夫でしょ。能力としてだって買ってたじゃん。いろいろね。うん、いやもうだって。西田くんとか。そうですよ。うん、畑さんあんなに自然にやれる人いないっつってね。ニコルソンズの木下ハンタさんも言ってたし。ああ、言ってたし。そうだよね。うん。あれ本音だよね。ラジオ出たから、ラジオ出たからその、タレントさんがこう言ってないこと言うやつじゃないよね。そうだね。うん、そうよ。うん、でも、模範がなくならないってことは、そうよ。評価が高いっていうことですから。まだね、はい。謙虚な気持ちで。謙虚？謙虚？おめえ謙虚なとこどこもねえじゃん。どこだよ。謙虚な気持ちで。おめえねえだろ、謙虚な。いやいや、謙虚にしようって気持ちあんだよ。忘れちゃうんだよね。謙虚じゃないよね。そうなんだよね。最初はね、すかせちゃうんだよね。ああいうところを多分、バレちゃうんだろうなぁ。まあね、確かにね、うん、誰さんは。根の性格はちょっと悪いから、元の。いや、うん、元とかじゃないんじゃないですか、ね。悪いかなそうなんですか。でも、そういう元の性格、片桐さん悪いですよね、うん。そこがいいですって言ってくれる人もいますからね。複雑なんですけど。まあまあまあ。人が悪いところがある。被害に遭ってないからね。被害に遭わないと、そういうこと言うんだよね。それは無責任ない発言だから。なるほど。うん。だから本当に付き合ってみたら本当に嫌いだと思うし、そういう人も。ああ、誤調が強くなってきた。ああ、ここは嫌だなって思うと思うし。誤調がね。うん。やっぱ、そういうとこはあるよ。正義をひけらかすとこもあるし。まあね。うん。だから正しいってなった瞬間の、性格の悪さっていうか信じられないんだよね。あ、まあまあまあ。まださ、負けてるときはいいんだよ。うん、負けんの上手いから。うん、負けんの、ね、ごめんね、みたいな。あ、そうだね、うん、で。もし、その、ちょっとでもこっちに、俺の方が正しいみたいになったときの片桐ほど本当に気持ちの悪い生き物はいないなっていうのは、いつも思うね。今その生態が明らかになってきたんですね。研究の結果、ね、そうなんですよ。やっぱその、うん、自分が正しいんだっていうときの、その攻撃がやっぱりその、うん、性格が一番出るじゃない。確かに。やっぱり。その上に立った時にね。そうそう。うんうんうん、自分で言っちゃったよ。ソーシャルでもそうなんだけど。自分で助け舟出してる。ソーシャルも正しいこと言ってるっていうやつらの、うん、あの、そうね。こいつを攻撃してもいいんだって時の、うん、あの感じわかるでしょ。わ、うん、かるわかる。気持ち悪いよ、ね。いや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 、お前、うん、何そのわかるけどさ、みたいな、うん、あの気持ち悪さが、あの、形、人間の形してるのが片桐さんだから。ああ、これですか。これがそうだ。これですか。高笑いしてる。いやいや、まあまあ、その部分は。その一面もあるね。あと、疲れてきたら怒るっていう、もう本当に、本当にそういうとこあるから。子供です、そこはね、もう本当に。
すげえマジ切れするのよ、みんな。まあまあね。それは治んないんだよ、中竹さんは。絶対に。でも相当さ、言われることで、やっぱ、気にするもんね。でも忘れちゃうんだよね。だからちょっと疲れてきてるから、イライラしてるっていうのは自分もわかるわけ。それはね。うん。それはみんな。だからちょっとこれは逆に気をつけて、うん、こう、人になんか怒ったりしないようにしようっていうふうに思うんだけど、片桐さんはやっぱりちょっと疲れてきたなって俺が思ってるってことは片桐さんも思ってるんだけど、はいはいはい、そうすると怒るんだよね。うん。あ、出たなって。まあでも。疲れに負けたな、あいつって、いつも俺は思う。疲れに弱いね。疲れに負ける。本当に負け、疲れた時こそ怒っちゃいけないんだけど。まあまあね。疲れた時に、大体怒るんだよ。で、俺いつも見てて、いいこと言うな。あ、怒ってんなと思って、俺はただ、ただただ無言で聞いてるっていう、その怒ってんの。で、奴が無言で聞いて、あ、奴に無言で聞かれちゃってんなっていうのはわかんない。そこでじゃないの？忘れちゃうんだよね。そこでまあまあだ気づくわけでしょ。でもそう気づく。ちょいちょい気づくときだ、チャンスはあるんだけど、やっぱこうあの感情に身を委ねてしまうところがあるね。うん。止まらなくなっちゃう。疲れると。まあね、怒りもね、瞬間的に出ちゃうからね。ただこの前俺も、うん、その飯屋でも本当ムカついて、うん、よく言うじゃない。クレーム、ね。クレーマーとか。ジェンがね怒ってる。飯食ってて。うん、あ俺じゃなくてね、うん、店員さんとかに何が何に対して。いやもう某、まあ、チェーン店、某チェーン店ですよ。ああ、うん、行ったらさ、ああ入ったらさ、うん、10分ぐらい誰も来ないんだよ。え、あ、店員がいるんだよ。ああ聞きに来ないの、うんうん、目の前に、うん、電話してんの一人、うん、一人電話してて一人見てんのそれを、うんうん、電話してんの見てるで何それ。うん、まあなんか、わかんない。ああね、緊急事態がね、のっぴきならない。で、なんか先にお金払って、うん、注文が通るシステムのチェーン店なのよ。え？食券でもお金払ってんの？お金払ってんの。で、チェーン店で、それなんかまた、なんか、売ったらなんとかで、なんとか、みたいなのがさ、電子音で流れてるから、うん、まあ注文通ってんのかなと、うん。で、判決みたいなの出てきたけど、うん、一向に切りに来ないから、うん、まあね。まあでも一応通ったってことなのかな、うん、待ってたのね。と思ってこう座ってたんだけど、うん、電話してるし二人、うん、今僕の目の前に二人しかいないんだけど、店員がね。でまあ見渡す限り二人しかいないんだけど、うん、お客さん他にもいるの？いるいる。混んでる？まあまあちらほらいる、うんうんうん、バラバラ。まあそんな混んでもないけど、うんうん、まあ座ってて、この人たちが作ってるとしたら絶対作ってないし、うんうん、まあでもまあなんかこう二階がなんか厨房なのかな、そういうのもあるね、いろいろ考えたりして、うんうん、待ってたら10分経っても全然できないから、うんうん、これちょっとおかしいんじゃないかなとか思ってたら、うん、電話のやつがなんかまだ延々電話してんだけど、うん、そういったのがちょっと奥の方に行ったわけよ、うん、そしたらそのバイトみたいなやつが見てたやつがと突然俺の机のその半径を切りに来たわけ、うん、ってことはじゃん、うん、まあまあねってことはじゃん、うん、気づいたの、ね、やっぱ半径切るシステムなんじゃんと思って、うんうんうん、うわ、10分ほったらかしやん、これ、うん。長いね、10分はね。でも、まだ、まあ、ええかと思って、うん。まあまあ、大人だね。僕、待ってて、うん。じゃあ、麻婆定食です。うん、うん、来るのね。ポンって来たの、うん。まず、麻婆豆腐なのに、うん、豆腐がさ、3つぐらいしかないの。え？そう？あと、赤い、なんか、汚いの。うん、もう、パッと見、もう、吐いたみたいな感じで、ほんとに。え？いや、豆腐も四角くないんだよ。もう崩れてる。崩れちゃってる。うん、まあまあ、麻婆豆腐だし、まあまあね。あ、そうなんだ。だけど、三つっていうのはちょっとね。え、これ完成なのって俺言ったの。うん、言ったんだ。うん。じゃあ、はい。って言うから、と思って、うん、食った。それ食べた。まあ味がね。冷てぇの。ええね、冷たいってあると思って。うん、それはダメだよ。冷やし麻婆ね、これ冷たいけど。うん。つったら、あ、すいませんっっ。うん、まあまあ、作り直すと。うん。で、持ってったら。うん。完全に電子レンジに入れてんのよ、それを。まあまあ、まあ。チェーンっつって。え、何これ何、うん、あ、同じやつをね。あ、もうこれ。作り直しじゃないね、うん、それはね。で、米も、うん、上に何かを乗せていたような形状に盛られてるわけ。わかる、うん、こう。潰れてる、潰れてる。凹んでんのよ。真ん中が、真ん中が。普通真ん中出っ張ってるはずなのに。真ん中が出っ張るじゃん、入れたのだったら。凹んでんのよ。えぇ、ー、ありえる、いやいや。で、米も、ぬるいんだよ。うん、えこれ何なの？あったかいの、味噌汁だけ。うん。それは味噌汁はボタンでやるからなんだけど。うん、ああ、入れるやつ。で、隣かなんかのやつも、うん、麻婆豆腐、定食だったわけ。うん、おうおう、あ、定食だよ。麻婆丼。あ、はいはい。まあ、そしたら、そいつも、
冷たいって言って、うんうん、すいませんって言って、なんだこいつら。でそいつ持っていこうとしたら、うん、豆腐めっちゃ入ってんの、うん、その麻婆丼。あ、見ちゃったちょっと三角形したよ。いやこっちは言いたくないけど、うん、もう麻婆定食なんか高いんだよ、うん高いのね、まあ、最悪だね、まあ、ね、もう、はい、麻婆丼なんか豆腐もうゴロゴロ入ってて、おかしいと。こっち崩れたの3つ入ってるってことは、うん、2つ両方一気に作ってあっち盛りすぎてこっち少ないんちゃうんかいってことやんか。なるほどね。しかも両方冷たいんだから多分同じように温めとるやんか、うん、なんやこれと思って。おかしい。うん、それでまあ温めてきたやつポンって出てきて、これはきついなと、うん。で、それの定食だからサラダもついてるんだよ、普通は。まあまあまあ。サラダは全然出てこないわけよ。うん。サラダは一番早いでしょ？でしょ？うん。出てこないわけよ。うん、ちょっと泳がせて。うん。出た。すいません。うん、サラダ。俺から言う、すいません。うん、そしたらそいつが来て、あの、サラダが来ないよ。うん。切らしてます。ねえ、もうそんなことあるもうこれもう、俺こう信じられないと思って。味噌汁以外全滅だよね。そりゃないわ。だからさ、もう最悪切らしててもさ、最初に言うじゃん。そうだね。そうね。失礼だからね。で、代用とかね。そうだね。お金返したりとかね。うん、俺言ってんじゃん。しかも今ちょっと食ってたら。うん、まあ、バレなかったらいいかも、ね。切らしてます。うん、いや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 でしょ。いや、だったら注文できないかしなきゃダメでしょ。いやいや、どういうことみたいな。うん、そりゃね。おしんこに変えましょうか。いやいや、変えましょうかじゃないし、おしんことサラダは全然違うから。違うわね。うん。ああ、なんなのこれと思って。ひどいね。それどうしたの？ちょっと俺もう帰るっつって。ああ、うん。帰ったんだけど。帰りますっつって。ああ、もう。これもうひどすぎるから。うん。いや、あのもう、金を、とりあえず返せ、うん。まあね、そうだね。うん。返金しろと。したらそこまで全然元気なかったのに、うん、金返せって言った時だけ、は、う、い、ん、と言って。あれもうわけわかんねえよ。超元気。バカみてえな店員だな。ってさ、その機械ビーって開けてさ、おいーピーとか言いながらさ、開けてさ。ひどいな。だだと言って。そこだけめっちゃ威勢いいんだよ。もう時間を無駄にしただけだよ。その店は昔からあんの？いや、ないない。初めて行った？初めて行った。潰れるな。いや、もう、片桐さんがもう、怒っちゃったから、今聞いてるだけで。いや、もう、ほんと、まあ、まあ、でも二度と行かないけど。まあね、そりゃあね。すごくない？すごい、コンボがすごいね。チェーン店だから、そんな失敗のしようがないんだよ、ね。何があるでしょ？だダメ店員が来ちゃっただろうね、二人組と。でも、あの時点で分かったのは、全部、あの店は、全部チンだと思うよ。ああ、作ってないの、ね、まあ、早いからね。ああ、技術いらないしね。チェーン店だしね。そういうとこ多いんじゃない？でもさ、別に吉野家とかさ、松屋とか作ってるよね。ちゃんとね、教育されてるし、ね。あったかいの絶対出てくる。冷たいのってありえないじゃん。でっかい鍋に入っててさ、それで入れるじゃん。いやもう信じられなかったもん、あれ。全員が冷たいって言ってんだからね。すごい、ね。それがすごい、ね。すごい。一人電話してんのダメでしょ。二人しかいないんだから。一人が見てるってどういう状況なんだろう、それ、ね。見てんで、ね、その電話をずっと。ほんとバカなんだろうな。バカなんだね、うん。マジでムカついたわ。それはムカついて当然だと。はいじゃねえよ、つって、ね。短く、ハキハキ言ってんの、最後。それは何？金返せの時だけ。そこだけ、そこでも本部に電話した方がいいんじゃない？本当に。まあね。うん。電話しようとも、俺もしたいと思ったんだけど、ああ見当たんねえんだよ、それが。ああ、なんかハガキとかが。ホームページは？でも、そんなめんどくさいからさ。ああ、うん。片桐さんがね、代わりにね、言ってくれる。うん。もう全然してないんだけど、うん、まあまあ、ね。でもビビってたのが、そいつは、それ、ヘイってやつは、うん、その、お客さんがいっぱい座ってんのに、俺が出口出るとこまでついてきたけどね。うん、なんか、あの、ハガキとか持ってくんじゃねえかみたいな。持ってくんじゃねえかと思ったんじゃない。でもお前その間、うん、お前店の中誰もいないんだろ。店の中誰もいねえし、一人電話してるし、うん、誰もいない状態で何人か待たされてるの始まってるよ、ずーっとあっちあるよと思ったけど、俺のとこついてきちゃってさ、なんか動くものに反応しちゃうのかさ、おっつったらお金だけ返してずーっと出口までついてきちゃってさ。まずいな。何偽店員みたいじゃん、もうほんとちょっと。でも日本人なんだよ、両方とも。まあね、言葉とか通じるわけだもんね。マジで信じられなかった。怖いわ。あんなことあんの？あんなこと。
あんましさ、最近はそういう店もね、ちゃんとしてるからないよね。ですよ、今。うん、ないよ、もう。競合多いからね。スキー場だってもうちょっといい店いるよ。そうだね。いや、それはいい経験でしたね。うん、マジで最悪だったわ。もうマジで最悪だね。一人だけ全く笑ってない。落ち度ないでしょうね。いや、もうないないない。マジで。怒って当然じゃん。チェーンって味がちょっと保証されてると思ってるし、そんなにうまいもんことは思ってないからね、こっちとしてはね。うん。でも最低限さ、そう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 。あの味がメニューに書いてあるものは出さなきゃいけないじゃん。まあね。サラダ出てこないんだから。サラダ消えてます、ほんと。言っちゃいけないよね。うん。サラダが最初ってさ、最初、うん。そもそも何？そうね。おかしい。そもそも何なのってことだから、うん。そうだね。そもそもお前らがなんか、注文を、してないんじゃないの？発注をね。うん。チェーン店だったらすぐ近くにお店あるからさ、足んなかったら分けてもらったりするわけだもんね。まあね、言えばいいからね。うん、その電話だったらこれ。信じられない。その電話なんだ。野菜ないっすっつって。もう今年の最後ね、その今年本当嫌だったこと。ぶちまかせてもらいました。ぶちまかせて。ぶちまけてね。ぶちまかせさられてお願いします。はい。え？え？何？何ってなったよ。わかんだろ。はい。ああ、あいつだ。あいつだ。あいつだ。謝るマニュアルだけ覚えてるんだよな。謝るマニュアルだけなんだよ。今日面白い話切らしてるんだよ。うまくね。十分面白かったし。はい、面白かったよ。面白かった。480円です。帰ってきちゃった。これなんだよな。もう480円返してたらもうゼロになると思ってんだよね。トラップなんだよ。うん、本当は500いくらなのが、うん、その日安くて、あーサービスとみたいな。ちょっと安めに。そうか。設定してあるから。みんなが頼むようなもんなんだ、じゃあ。押してるわけよ。キャンペーン中だ。うわすごいな、それ。キャンペーン中なのに、それのものがないし、冷えてるし。だから、出るからちょっとね、貯めてたのかもね。ご飯とか。ご飯はだって共通でしょ、うん、おひつからこれ出してやるわけでしょ、いや、だからそれはめんどくさいから、もう、何個か積み重ねてたんじゃない。めんどくさいってどういうこと一回一回が、厨房いっぱい入っちゃうから。だからあれから考えるに、米すらもチンなんじゃねえかってことだよね。ああ。で、米だまあまあ、ね。米は、だってみんな食うでしょ、この店、米は。うん。そうだよね。だったら炊いた方がいいよね。よくだから米今炊いてます、ちょっと待ってくださいとかあるよね。うん、まあね。なんか、いっぱい混んじゃってさ。いや、本当に何一つまともなものが出てこないんだから。いいなちょっと興味あるな、そこ。興味ある。行ってみて。うん。行けば。すぐそこだから。うんえ行こう行こう。行ってみようじゃん、片桐さんと。行こう。マジで、やばいよ。もうわかんないけど。まあね、その日たまたまっていう言葉があるかもしれないね。まあね、うん。その日たまたまっていうのと、その店舗だけっていうパターンもあるから。そうね。まだ一概に言えませんけどね。